空打怪，算了，还是过去打吧。 Thank you.
全部都晕了。边用皮鞭好像比较好打。看来他是切换一个场景吹一次，这样就好了。
鞭子好好用。他没中文的话，可能会考虑直接买日文吧。当作日文教学，来学一下日文。这也是在洞穴，应该是用地吧，用地看看好吗？哦，有反应了。而且二之国这一次有 PC 版，要买 PC 版才对。以后才会有那个出来。这里我选择不放魔法，留着等下打王用。魔法等级到时候再变。
怪了。等一下啊，是打怪大王。要用用光属性，行，混乱，雷霆，哦，雷霆打好，打好少了，解析，看他的弱点是。电子一支，总共持有 ，OK， 风之力，加速，不要乱跑。这种方式有点恶心。终于要见到白龙了，这个是之后会变成我的坐骑。この子が伝説の白龍。そうか。きっとさっきのモンスターに親龍が。無理だよ。トリフォーに相談してみよう。そうか、間に合わなかったか。よし、俺が面倒を見てやろう。トリフォー様。うるせえ、もう決めちまったぜ。お前たちは訳ありだろ。さあ、後のことは俺に任せて旅立ちな。引き止めて悪かった。まあ、時々あいつの様子を見に来てやってくれ。あ、あれの名前、フラミーってのはどうだ。そういうわけで、フラミーだ。いい名前だろ。南の森の大砲屋も戻ってきたらしいぞ。カッカラ砂漠には火の神殿があるっていうぜ。神殿探してんならそこが一番近いかな。頑張れよ、応援してるぜ。这个白龙还有超级赛亚人的头发。遅かったじゃない。
よ。森林到后面就会成为练功的地方，因为它的怪够多，又无限重生。哦，ルシシいらっしゃいよ。どこ行く？冰之国。どこでも50ルク。卡卡拉沙。砂漠。ちょっと自信ないよ。大丈夫かな？さあ、大砲に入っとくれ。卡卡拉鸡腿堡，街を探さないと干からびてしまうぞ。村庄，不过呢，在这里练个魔法等级。
なし。动画。戦艦サンドシップと知ってのことか。失礼は。どうしたんだ。は、怪しい連中を見つけました。中佐。まあ待て、大方砂漠で迷子でもあったんだろう。死にそうでした。じゃあ助けてやるから、しっかり働いてもらおう。お前は機関室に、チビは調理場、女には畑も飲んでもらおうかな。ほら、さっさと持ち場に着け。お、ライオン特殊。しっかり働けよ。おー、ラララ、海よ。
俺の名はセルゲイ。世界の海を股にかけた大海賊様よ。哦，这里变成海贼王的故事。世界の海が荒れ狂い始めて、商売上がったりってわけさ。仕方ねえからこの船に潜り込んで、船乗り気分だけでも忘れないようにしようと思ってな。まあ、いつかは海に戻れる時も来るだろうよ。それまでの辛抱だ。おや、あなたも砂漠で拾われた口ですな。私がどうなっちゃうんでしょう。ここから逃げたい。仲間がいる。よし、任せとけ。階段のところの兵士に話しかけろ。楼梯的士兵聊一聊，这个嘛。戦場は共和国の騎士メレリア提督だけど、孫のモリエル中佐が仕切ってるよ。提督は孫の言いなりさ。中佐に睨まれたら砂漠に置き去りにされちまうぞ。この船は共和国の秘密戦艦サンドシップだ。帝国の手から火の神殿を守っているのだ。船長は共和国の騎士メレリア提督だけど、提督は孫の。ほら落ち場に戻れ。うわぁ大変だ。火事だ。何邪魔だ。どけ。火事はどこだ。这样就可以过去了。这里要怎么走？这个战舰好帅。全部吃完了。もう食べられないよ。船の食料片っ端から食いやがって。只要是鲁夫在这里，也会被吃完。根本也太不明显了。
大変だ。ネズミ、这边的守卫也太松散，随便变一变就走掉了。騎士たる者、女に手を挙げてはならぬぞ。あ、お兄ちゃん、だってこいつ生意気なんだ。それはかわいそう。ほれ女、出て行きなさい。被占领了。降伏しろ。おい、タナトスの報告にあった3人組とはお前らのことだったのか。よし、私が直に勝負してやろう。要对决。行くぞ。来骑ヨドバイ。行くぞ。来看一下你的血条。980而已。欸，没落点，也是。の力を。
浪费掉了，还刚好打赢。无所谓，有很多钱可以再买。被劫走了。いやはや、皆さんがいなかったらどうなっていたか、まことにお恥ずかしい。何、ジェマの知り合いか。では、お主が噂の先見の通りで。いや、なるほど。孫を甘やかしすぎたようです。許してくだされ。騎士、忘れかけていた騎士の心を皆さんに見た気がしました。ありがとう。ここから北に行けばオアシスとカッカラ王国がある。火の神殿はその西の方だよ。強いね。惚れ惚れしちゃうよ。これでメレリア帝国も昔のように立派な騎士に戻るだろう。我々はここで本国からの救援を待つことにする。君らはもう行ったよ。いやはや、何？で、孫、忘れ。我々は、君らはもう行った。ここから北に行けば、オアシスのカッカラ王国がある。到了，哇！这里的村民。ここは砂漠のオアシスの町、カッカラ王国です。这里的村民全部都在跳舞。火の神殿に住んでたサラームちゃんがいなくなっちゃったよ。いつも一緒に遊んでたのに。間違えられても仕方ないか。オアシスの水が干上がって、ジェマとかいう旅人が西の神殿からマナの種子がなくなったからだとか申しておったが、一体誰が。みんなどんどんこの国を離れていくの。この際だから私もいっそ氷の国に引っ越そうかしら。ピンチ湖、何でもここと同じくらいあったかい天国のような村があるって話よ。火の神殿の守り神サラマンダーが何者かにさらわれてしまった。しかも神殿からは種子も失われ、砂漠の魔物たちが住み着くようになってしまった。みんな氷の何でもあるだ。
谁还没讲话。56ですが、这时候应该又有小对话了。有。魔法が使えるっていいな。いろいろと便利そうだもん。聖剣を持っていると魔法が使えないなんてね。ま、敵がいたらオイラが魔法でババーンとやっつけてやるから。僕もババーンってやりたかったな。私が武器に魔法をかけてあげるから、それで我慢してちょうだいね。そうそう、お互いにできないことを補えばいいんだよ。あら、たまにはいいこと言うじゃない。回復は任せてね。いやー、姉ちゃんが攻撃魔法使えなくて本当によかったよ。なんで？だって、姉ちゃんが攻撃魔法使えたら凶暴な怖い魔女まっしぐらじゃないか。何よそれ。いいこと言ったかと思ったらすぐこれなんだから。電源撤回。もう回復してあげないんだから。まあそんな怒らずに。ああ僕をかばったからあんたも回復してあげない。そんな。奥様って言われて訂正しなかったこと許してないんだからね。え？なんだ姉ちゃん、まだそんなこと覚えてたのか。なんだじゃないわ、大事なことなの。私にはティラックっていう心に決めた人がいるんですもの。分かってる。まあもう過ぎたことだし。それにまだディラックと結婚したわけじゃないんでしょ。当たり前じゃない。ならいいんじゃないの。そんなのダメよ。いつどこで誰が聞いてるかわからないじゃない。ディラックが死んだらきっと悲しむわ。そういうものなの。もうランディはこういうことにもっと疎いんだから。あ、それよりノームで思い出したんだけどさ、バナの種子ってなんか美味しそうだよね。それ今する話じゃないでしょ。ディラック。名前はよく聞くけど、ディラックってどんな人なの。それ聞いちゃう。いいわよ。あ、この感じ絶対めんどくさくなる。え？あのね、ディラックはね、まず何よりもかっこいいのよ。あ、いつでも私のこと気にしてくれてて、例えば私がつまずきそうになった時もすぐに体を支えてくれて、大丈夫かいプリム、なんて優しい言葉をかけてくれるのよ。それにどう強くて困っている人がいたらほっとけないのよ。二人で王国の外に出かけた時も、私が綺麗なお花を見つけて、可愛いお花だねってディラック、ああそれはねってお花の名前や花言葉なんかも教えてくれるのよ。苦手な勉強でわからないとこを丁寧に教えてくれるだけじゃなくて、雑学なんかを混ぜて楽しく教えてくれるし、それにね、部下の兵士にも優しいの。お城には部下の兵士に威張り散らしてる人だっているのに、ディラックは全然違うの。部下の話を聞いて不平や不満を改善しようと偉い人に掛け合ったり、ちゃんといたわってあげたり、人生相談にだって乗ってあげて、とーっても部下思いで慕われる人だったのよ。そんなディラックだから私も好きになっちゃったんだけどね。けどそんな風にいつも頑張ってたらディラックの方が疲れちゃうでしょって、そこがディラックの一味違うところで。全然平気だよ。みんなが幸せなら
自分だって幸せになれるんだ。って言うのよ。私はその時に、ああもう一生この人と添い遂げられれば本望だわって思ったわ。他にもね、ディラックといえば、いつものプリムじゃないみたいだ。ポポイがいつの間にか寝てる。僕も寝よっかな。あら、まだ話は終わってないわよ。さらわれたディラックとパメラは大丈夫かしら。不安だよね。そのために頑張ってるって自分に言い聞かせてはいるんだけど。きっと大丈夫だよ。ランディ、プリムの頑張りは報われるって僕は信じてるよ。そうだぜ。それにそんな心機臭い顔してちゃうまくいくこともダメになっちまうぜ。僕もプリムには助けてもらってるし、できる限りは力を貸せよ。あ、できる限りだけどね。ありがとうランディ、ポポイ。ま、いいってことよ。それに子分の面倒をちゃんと見るのも親分の仕事だからな。任しといて。誰があんたの子分よ。でも本当にありがとね。よし、明日からも頑張ろう。なあ、あのおっちゃんについてなんだけどさ。あのおっちゃん、ほらヒゲで高そうな鎧着てるさ。もしかしてジェバさんのこと。ああ、それそれ、そのジェバって人なんだけどさ。よくわかったね。あのおっちゃんって本当に強いの。え、いやほら、なんか油断して正気失ったりしちゃうしさ。油断は誰にでもあることじゃないか。オイラたちに指示だけ出しておっちゃんは何してるかいまいちわかんないし。そりゃあいろいろだよ、いろいろ。僕たちにはわからないこととか。うん、そうかい。何もしてねえ気がするんだけどな。そんなことはないよ。ないと思うよ。ポポイ、それくらいにしといてあげて。ランディが悩んじゃってるわ。それにジェマさんはすごい騎士よ。本当かな。なんか腑に落ちないけど。ジェマは僕のことを助けてくれたし、うん、強い騎士なんだよ。うん、多分。あらら、ランディが疑心暗鬼になっちゃった。マナの趣旨のこと、僕はちょっと前まで全然知らなかったけれど、この世界にとって大切なマナの趣旨、それを使って悪いことをしようとしてる奴らが帝国以外にもいるだなんて。たまたま聖剣を抜いちゃっただけの僕でもなんとなくマナの趣旨の大切さはわかるのに。そうね、成り行きだけれど私も見逃せないわ。それにディラックだったら絶対にマナの趣旨を守らなきゃって言うと思うわ。世界のためとかはまだよくわかんないけど、目の前の悪いことは見逃しちゃダメだよね。ランディもなんだか頼もしくなった気がするわね。そうかな。ちょっぴりね。出会った時は情けなかったもんね。それは言わないでくれよ。けど私もディラックとパメラを助けないと。うん、マナの種子を盗んだりするのは食べるためじゃなかったのか。まだ食べ物扱いしてたの。スコーピオン団か。スコーピオン団って名前なんかかっこいいよね。そうかな。そうだ、オイラたちもなんか名前つけようよ。いらないよ。かっこいいならいいんじゃない。さすがに
がわかるね。例えばどんな名前？ズバリボコイダ。却下？却下却下却下。そんなの却下に決まってるでしょ。なんでだよ。他には？じゃあ他には恐怖のプリムダ。却下。恐怖のって何よ。こんなにおしとやかで可愛いのに。姉ちゃんは文句が多いな。大ランディ軍団なんて。それも却下。もういいよ。じゃあ今まで通りポポイとその子分たちってことで。